イクザンプルオブ・サクストン、エスカートグラフィー、クリストファー・サクストンは、イングランド王国の地図制作者。初めて、イングランド及び、ウェールズの地図を制作した。サクストンは1540年頃、イングランドの西オークシャーク・デューズベリーで出生したと言われている。彼は、ウィットキークのティングレーの近くの小村、ダンニングレーで育った。若い頃、デューズベリーとソーンヒルの被ジョン・ルッドの、 使用人であった。ジョン・ルッドは熱心な地図制作者であり、自らの技をサクストンに伝授した。1570年、サクストンはウィリアム・セシルと共に全イングランドとウェールズの調査を開始した。これは当時重大なことであり、1574年までに初版が印刷され、1578年に調査は終了した。1610年頃ろ営した。 彼の作成した地図は1579年にアトラス・オブ・ザ・カウンティーズ・オブ・イングランド・アンド・ウェールズ都市で発行され、いくつかの国で最初の地図帳となった。それは35枚の地図から構成され、サクストンの支援者エリザベス一世とトーマス・サックフォードにより支えられていた。しかしその地図には山や丘が示されているが、標高や位置情報が示されていなかった。 様々な建物や居住地を表すシンボルが使われ、彼の地図は、後の地図の基準となった。サクストンによって作られた地図は、オーガスティン・ライザー、レミキウス・ホーゲンバーグ、アントウェール・ペンのレオナード・タウト、ロンドンのニコラス・レイノールド、コーネリアス・ホギアス、フランシス・スキャッターによって印刷された。この製版者たちは、オランダやフランドルに起源を持つ。 サクストン自身が印刷したという証拠はないが、しかしある報告によると、それらをウェールズやヘレフォードシャアで彼自身の手で印刷したという。サクストンは10年間にそれを販売するライセンスを手に入れた。マンチェスターにあるチェサムズ図書館では彼の地図のコピーを所蔵している。ありがとうございます。